外文局人民中国雑誌社の井上俊彦です。今日はジャーナリストの陳元さんにお越しいただきました。陳元さん、今日は中国の e コマースなどを中心にお伺いしたいんですが、日本では今中国観光客の爆買いが大変に話題になっていますが、いかがでしょうか。私も先日日本に行ってきたんですけれども、はい、銀座に行くと中国語は日本語より流行ってるじゃないかと思うぐらいですね。そうですか。ものすごくみんな買い物していましたよ。昨年1年間でですね、500万人の中国人の方が日本に来られて、大変なお買い物をされていたということなんですが、なぜそんなに日本の商品が魅力的なんでしょうか。やっぱし中国の皆様豊かになってきましたね。はいはい、豊かになってきましたけれども、現在の中国のものづくりはまだちょっと一段前の水準にありまして、はい、高くないですよ。あ、皆さんはすごくたくさんのものが欲しがっているけれども、中国市場からの供給はできていない。さらにやっぱり、まあ井上先生も日本の方ですのでお分かりですが、日本のものは本当にいいですね。使いやすいし、はい、さらに値段もそんなに高くない。あ、そんなに高くない。というのは円安はやはり今までの3年間、多分4割か5割ぐらい安くなったじゃないですか。すなわち昔の値段の半分、さらに免税とかなんかあって、6割安くなったじゃないですか。中国の皆さんの感覚では割安感が大きいということですね。それはありますよ。せっかく日本にいたので、じゃあお土産もいっぱい買いましょうよ、そういう感じで買い物していますよ。そうすると一回日本のものを使ってみると、いやーこれはいい、使いやすい、素晴らしいという感じを持っているじゃないですか。なるほど。そうすると今度また買いたくなりますね。中国に戻られてからまた買いたくなった時には、それは手に入りませんか。今はやはり越境 e コマースという、まあ多分日本語ではあんまりちょっとピンとこない言葉かもしれないですけれども、日本流で言えば個人輸入、代行、輸入代行みたいな、輸入代行とか、まあ輸入代行も多分日本に人を派遣して買ったものを中国に送る、輸入代行と言いますが、そういう知人もいない。そうすると、いやこの前日本で買ったものをもう一回買いたい、となると、もうまあ電子ビジネス、まあ e コマースと言いますが、そこに頼むんですよ、さらに海外のものですので越境ともつけていますね。なるほど。そうすると越境 e コマースは中国で今大流行しています。そうなんですか。その中にはほぼまあ5割6割ぐらいのものは日本製、あるいは日本から購入していますよ。海外と の, その品物のやり取り以外に、決済の問題とかもあると思うんですが、これはネット決済は中国の方が進んでいる感じがしますが、まあ、ネット決済は一般の e コマースの中ではものすごく制度として確立されていますが、まあ、今日のテーマは越境 e コマースですので、例えば日本から物を買う場合はどうなっているかというと、全部毎金です。あ、そうですか。これは例えば今まで、いや井上商店から物を仕入れた、はい、3ヶ月後にお金を出す、そうですね、というようなやり方だったんですけど、e コマースは違う。毎金で、先生お願いいたします、これを作っていただきますか、とお金をもらって作っていただく。それはその後は販売していきますね。なるほど。ビジネスモデルはかなり変わりました。あ、で例えば夜逃げとか昔そういう話があったけれども、はいはいはい、e コマースで夜逃げした人がいるかというと今まで聞いたことがない。なるほど。全部毎金、これはやはりまあ、新しいビジネスのモデル、新しいビジネスを成功させていくための非常に大きな動力ですね。なるほど。これはかなり今後期待できる市場ということですね、はい、むしろ中国の方が進んでいる感じがするんですが、私は
まあ IT 関連とか e コマース関連の面では決済でも取引のモデル、まあビジネスモデルの面でも、はい、中国割合と進んでいます。例えば日本でも少し有名になったアリババとか、はいはいはい、あのティーモールとか、ジンドンとかだんだん有名になってきたんですけれども、ほとんど e コマースですよ。あ、そうですね、はい、まあ大いにチャンスのあるところですので、ぜひ日本の皆さんに注目していただいて、ぜひそのチャンスに乗って、ね、中国で何かやっていただきたいなと思いますよ。そうですね、日本の企業の方にもぜひ注目していただきたいですね、はいはい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。